ディングル、アイルランド語、ダインゲアンユー、チャス、王夫一首トリでの意は、アイルランドのケリー県にある町。大西洋に突き出た、ディングル半島唯一の町で、トラリーの南西 49km、キラーニーの北西 71km に位置する。機関産業は観光業と農業業で、ディングルマートという農家のための家畜マーケットがある。人口は1920人。 アイルランド語を公用語とするゲールテハトの域内。ノルマン人のアイルランド信仰後、港町として発展した。輸出額では13世紀にリムリックを上回り、1257年にイングランドをヘンリー3世から関税を課された。1329年頃には、主要輸入品であるワインにもパラディンの初代、デスモント博、モーリス・フィッツ・ジェラルドから関税がかかった。 16世紀になると大陸からワインを輸入して、水産物と比較を輸出する一大貿易港にのし上がり、街を拠点とするフランスやスペインの漁船団も出てきた。スペインとのつながりは深く、1529年には、第11代デスモント博、トマス・フィッツ・ジェラルドと、スペイン・オーカルロスイ世がディングル条約に調印。多くの巡礼者が海を渡り、 聖ヤコブの墓で有名なサンティアゴデ・コンポステラを目指した。市中の教会は17世紀にスペインの支援で改修された時、聖ヤコブを祀るものとなった。貿易規模はその後さらに拡大し、ワイン輸入を専売倍する15市町の一角を成した。1579年から翌年にかけ、ディングル半島は戦火に飲まれた。1579年7月17日に、 ジェームズ・フィッツ・モーリス・フィッツ・ジェラルドが小艦隊を引き連れ町に上陸し、第二次、デスモンドの乱が勃発。フィッツ・ジェラルドはいとこの軍勢との衝突で戦死した。艦隊は3日後に町を立ち、半島西端のドゥーナノイルに停泊、翌年のスマーウィック包囲戦に備えた。市民は1569年、税の還付金を使って、町の周囲に死壁を巡らせた。しかし、 デスモンドの反乱が収束すると、エリザベス一世は町を自治市に昇格するとともに、市壁の建設を認めたため、これは骨折り損になってしまった。壁の痕跡は今でも見ることができ、また通りの区画は、かつての土地所有制度を如実に物語っている。エリザベス一世は前述のように、自治市昇格の特許状をお視し,したが、実際には1607年にようやく与えられた。 同年3月2日に、広大のジェームズ・一世が文書に調印したものの、自治市とその行政機関は22年前からすでに存在していた。行政の長は、ソバーランで、市長の役割。これに12人の評議員が、年に一度開かれるセミカエルの縁で選ばれた。行政は、協会の半径2マイルを、その管轄域都市、ディングル、ベントリー、スマーウィック、 バリーフェリターの弓矢の射程距離を支配する戦団を備えていた。選挙区も新設され、2名の議員をアイルランド国会に送り込めるようになった。9年戦争と三王国戦争の間には、焼き打ちや略奪が頻繁に起きた。復興は19世紀にフィッツジェラルド家の援助でようやく始まった。ロバート・フィッツジェラルドは甘荷を取り入れ、1755年に、 年間6万ポンドものリネを算する工場を起こした。けれども、イギリスで、綿花生産が減退したため、これは1837年に閉鎖された。1830年頃からは、漁業の町に生まれ変わり始めた。1870年代に万島から、サバ漁の船団がトライし、発展が加速。イングランド南東部のローエストフトからは、サバよりも、 漁気の長い日清領のトロール船が到着した。市街地委員会が、埠頭や港湾施設を建設した上、1891年には、鉄道も遠心し国中に船業を輸送できるようになった。これに伴って水産化工業も発展した。ジョンガイ市内の生命アリーズ協会は、JJ マッカシーとオコンネル設計のネオゴシック様式で、1862年の提訴。 完成当初は振動とアーケードで隔てられた速廊を有し、柱六角形の天井に向かってまっすぐ伸びていた。アーケードはアイルランド史上最もラディカルな整備事業で後に取り壊され、クリアストリーより上の外壁もすべて解体された。色とりどりの街並みパブやレストラン、カフェではアイルランド音楽の演奏を聴くことができる。この機械は、 夏の観光シーズンに多い。水族館も一箇所ある。1984年から一頭のバンドウイルカがディングル港周辺でしばしば目撃されるようになった。彼はファンジーと名付けられ、いつしか観光客のお目当ての一つとなった。ツアーボートが出港すると彼は決まって姿を現す。バンドウイルカは普通群れで泳ぐがファンジーは イルカ仲間との関わり合いよりも人間との触れ合いを好むようである。1970年代半ば生まれという推定とバンドイルカの平均寿命が25年であることを勘案すれば彼は大変な長寿ということになる。市内にはファンジーの銅像がある。スプレーで上書きされた標識2005年コミュニティ農村ゲールタハト担当省のエーマンオーキーブは ゲールタ派と域内の道路標識から英語の地名表記を削除し、アイルランド名へのみ記載する旨発表した。町名の英語バージョンは2005年初頭に正式に消され、アイルランド名のアンダンガンのみが残った。ディングルではこの動きはかなり物議を醸した。観光業に大きく依存する地元経済にとって観光客が街までたどり着けなくなるのは死活問題であった。 中部のオファリー県にアイルランド名が同じ地名があることも問題となった。一方支持派はこのようなケースは何も弾丸に限ったことではないとして反対論を退りけた。大臣はゲール他派と地域として国から支給されている補助金の打ち切りをほのめかしディングル独自の動きを牽制した。その年の暮れケリー県議会はディングル弾丸ウィ 風衣種という新表記を提案し、導入への是非を住民投票にかけることとした。投票は、翌年10月20日に行われ、1086票のうち1005票を賛成が占めた。キーブ大臣は投票結果に鑑み補助金の支出を凍結。時は、流れ、2008年に、環境、遺産、地方行政担当省のジョン・アームリーは、地名をその地方自治体が、 住民投票で決められる、要、関連法を改正する方針を示した。これが実現すれば、弾丸ウィ、風衣種はアイルランド語の正式名、リングルは英語の正式名というように、正式名を2つ並べることも可能となるが、標識の表記は、現行通りアイルランド名しか載せられない。一方で、これに抗議してか、標識にスプレーで、リングルと表記する、地元住民も現れた。 市街成功の丘から見先を望む、かつては狂気のトラリーディングルベン鉄道の西の終着点であった。駅は1891年4月1日の開業後、1939年4月17日に旅客輸送が、1947年3月10日には定期貨物輸送が廃止され、最終的に1953年7月1日をもって廃駅となった。 貨物便の廃止後は月に一度、家畜を乗せた列車が往復するだけとなっていた。アイルランドの国民的スポーツ、ゲイリックフットボールのディングルガーの本拠地。ありがとうございます。